アメリカのトランプ前大統領がゴルフ場でプレー中に銃で狙われていた事件をめぐり当局は16日58歳の男を銃の不法所持などの罪で訴追しました訴追されたのはライアン・ラウス容疑者58歳で重罪の前科があるにもかかわらず銃器を所持していたことなどの罪に問われています アメリカメディアによりますと、在場認否は30日に行われる予定で、FBI、連邦捜査局はトランプ氏に対する暗殺未遂の可能性があるとみて捜査を続けています。トランプ氏は事件後に、私は無事で元気だと声明を発表し、選挙戦を継続する意向を示しました。一方、バイデン大統領は16日、政治的暴力を決して容認しないとし、 警護にあたるシークレットサービスの体制強化の必要性を強調しました。